クレモナ大聖堂1581年にインジェニエーリはクレモナ大聖堂の事実上の終身学長に就任したマルカントニオ・インジェニエーリはイタリア後期ルネサンス音楽の作曲家。生涯の大半を北イタリアに過ごしたにもかかわらず作曲様式がパレストリーナのものに似ているためにしばしばローマ学派のポリフォニックな境界音楽の作曲家として分類されてきた。 クラウディオ・モンテベルディの作曲の詩としても有名である。老い立ちについてはほとんどわかっていないが、おそらく一族は、ベネツィアの出身であり、パルマでチップリアーノでローレに支持しているかもしれない。1570年のある時期に、クレモナに移り、作曲家や器楽演奏家として名を挙げた。どうやら、オルガン奏者だったらしく、腕利きの演奏家として知られていたようである。 1581年に、クレムナ大聖堂の事実上の終身学長に就任する。インジェニエリは、対抗宗教改革の推進及び、トリエント公会議の遂行に、4年のなかったニコロス・フォンドラート司教と親しく、そのことがインジェニエリの作品にも如実に影響を及ぼし、その音楽は決まって、パレストリーナ様式の単純さや、明晰さを示している。 事実インジェニエールの27曲のレスポンソリウムは長らく誤ってパレストリーナ作品と推定されてきた。しかしいくつかの楽曲はトレント公会議の改革派の公式見解をいわば無視している。最も問題になるのが四声帯のモテット、ノエ、ノエで二十回転カノンで作曲されている。この作品ではテキストを聞き取るには波外れて鋭い耳が必要になろう。 テクストのわかりやすさは、トリエント公会議によって作曲家に課された一つの要請だったのにである。インジェニエリのミザ曲は簡潔で短く、比較的ホモフォニックに作曲され、単純、明快さについてはしばしば、パレストリーナをしのいでいる。マドリガーレは、保守的になりがちで、精細ある、半音階や音による描写を試みた、同時代のルッツァスコルッツァスキや、 ルーカマレンツィオラの新機軸をあからさまに無視している。インジェニエリーは1573年と1587年に2つのミサ曲を作曲した。少なくとも3巻のモテット集と8巻のマドリガーレ集を残している。ありがとうございます。